情報検証研究所、あのマスコミのいろんな報道とか政府の公表資料などについての検証活動をやっています。で、あの公表できる中身を岸さんと大体あの発表してますけども、あの議論のさらなる詳細、あのさらなる意見交換とか、その検証レポートを作ったりとか提言を出すといったような活動をオンラインサロンの情報検証研究所でやってますので、もしご関心あれば、あのこちらご覧いただければと思います。と、いうか多分その部分も一応事前に言っといた方がいいから言っとくと、これから原君と議論する内容で分かると思うけども、今回のコロナ対応を見れば分かるように、今1政府の政策めちゃくちゃです、2自治体もめちゃくちゃです、3メディアはそれを全く報じてませんと。で、このめちゃくちゃが多分コロナ対応をこれからずっと続く中で、変わんなかったら、これマジで日本、経済、も経済以外も結構大変なことになるなと思うので、やっぱりこれね、真面目に、これだけ政府自治体がひどいと分かった以上は、やっぱり民間の側から具体的な政策提言をして、でそれをちゃんと、根回しもしまくって、正しい政策を実現させるしかないなというのは実は最近痛感してます。で、そういうことで、この情報検証研究所のオンラインサロンでは、単純に問題点を議論するだけじゃなくて、もう具体的な政策を僕ら民間の側で作っちゃって、それが政府絡みか自治体絡みかともかくとして、もうこっちはもうそういう政治の根回しは慣れてますから、そういうのをフルに使って、実現するということをやりたい。でその活動をこれから本格化したいと思ってますので、このコロナ対応を含めですね、政府とか自治体の対応に問題があると思ってくれて、でちゃんとした政策を実現したいという人は、ぜひ、このオンラインサロンに関わって僕らと議論してですね、新しい政策を作るというのを手伝ってもらえればなというふうに思ってます。はい、情報検証研究所9月の10日です。で、今日はあのゲストで、前の前ですね、自民党の平将明さんをゲストでお迎えをして、で、今回ゲストお二人目なんですけども、日本維新の会の音喜多駿さんにお越しをいただいてます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、もう今日はもう、日本維新の施策について音喜多さんに思いっきり語っていただくということで、もうぜひよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうね、日本維新の会、いろいろとこう大胆なことをね、どんどん発言される方が多いんですが、もう音喜多さんその中でもこう突出して発信力の高い、いや若手のお一人なんで、もうとても今日は楽しみにしております。ありがとうございます。じゃあ改めて日本維新の会の参議院議員の音喜多と申します。2年前の参議院選挙で初当選して日本維新の会に加えていただきました。今政策調査会の国会議員団の政調会長代行を務めておりまして、次の衆議院選挙のマニフェストであるとか、こちら政策の策定に携わっておりますので、今日は維新にしかできない言えない政策特徴というのを皆さんにお伝えできればと思いますので、原先生、岸先生、よろしくお願いします。じゃあもう私からちょっとお話を最初させていただく形ですかね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ見えてますかね。はい、じゃあちょっと5分程度でざっとですね、ちょっと今日本維新が何を考えているかということをお話しさせていただきたいんですが、まあ、維新の会というのは大阪から始まった政党です。で、2012年にこの維新発策というのを発表いたしまして、まあ、これを党是として、まあ日本の自立、地域の自立、個人の自立、まあ、こうしたことを、ですね、掲げてやってきた政党でありますけども、今回まあ結党から約10年を迎えまして、この維新発策をグレードアップしてですね、政権交代をしてもですね、すぐにこう政権が担えるくらいの政策パッケージをしっかりと策定しようということで、維新発策2021というのを作らせていただきました。あれ、動かないな。ごめんなさい。動いたか。ちょっと飛ばして、まあ今回まあ8項目はいろいろ教育であるとか、行政改革、経済成長、安全保障等々いろいろこう、やらせていただいたんですが、まあ、ちょっと話のネタとして、これ、形態素階素分析というのをして、キーワード分析すると、だいたい3万文字ぐらい我々この、マニフェスト今回書いたんですけども、改革っていう文字が一番大きい。で、あと地方とかですね、まあ、社会とか、まあ、こういった文字が多くて、まあ、地方から生まれた改革政党であるというようなイメージが伝わる図かなというふうに思って、ちょっと掲載させていただきました。で、日本維新の会のこの政策の特徴として、変えるべきは変える、守るべきは守るとシンプルに表現させていただきました。で、まず変えるという点では、例えば大胆な税制改革、まあ、今の意思でいうと減税ですね。
まあ、こういう自民党ができないところに踏み込んで景気を回復させていく、あるいは規制緩和による成長戦略、これアベノミクスで結局できなかったこの規制緩和、規制改革ということを我々踏み込んでいく、あるいはですね、同性婚や選択的夫婦別姓などの社会政策、これもですね、保守政党である自民党はなかなかできないところなんですが、維新はもう大阪では、同性パートナーシップ制度などを導入しておりますので、こういう多様性も推し進めていく、そしてもちろん我々地域から生まれた政党ですから、中央集権の打破、官僚主導から民間主体へと、まあ、こうしたことも変えていく、そして社会保障制度もですね、年金、医療、生活保護、まあ、昭和の時代に作られた制度はもう持続がなかなか難しくなっているので、これも大胆に変えていくということを目指しています。一方で守るべきところは守るということで、外交安全保障についてはですね、やはり仮に政権交代が起こっても大きく転換するようではかなりその国家運営として危ういものがありますから、この現実路線というのはしっかりと引き継いでいく、まあ、あるいはこの皇室制度、まあ、男系継承であるとかですね、まあ、今の皇室を含めたこの伝統的国家観というのはしっかりと守っていく、そしてまあ地に足のついたエネルギー政策ということで、まあ、脱炭素という方向性や再エネの拡充はもちろんやっていくんですけども、まあ、即時脱原発とかですね、原発ゼロと、まあ、そういったちょっと非現実的なことで我々は組みさずに地に足がついたエネルギー政策を進めていく、そしてまあセーフティーネットや福祉についても、まあ、変えるべきはもちろん変えるんですけども、一方でこうなんか維新がやると全部こう切り捨てでなくなっていくとかですね、竹中平蔵式ベーシックインカムだとかいろんな言われるんですけども、ちゃんとこのセーフティネットでは守るべきところは残して守っていくと、まあ、いうことはしっかり掲げていきたいなというふうに思っております。スライド6です。で、社会保障は事前型、成長戦略は事後型ということを掲げさせていただきました。で、社会保障制度は今ベーシックインカムということが非常に議論になっておりますけども、まあ、今のですね、年金とかですね、社会保険というのは、なかなかこの、もちろん保険数理なんで破綻は、まあ、なくなるということはないんですけども、この収入を増やすか、出す方を減らすかしかないわけですから、老後のセーフティーネットとして機能するかは極めて怪しくなってくると。まあ、こうしたものをですね、一部、ユニバーサルベーシックインカム、まあ、給付税額控除またはベーシックインカムに整理、統合することで、まあ、我々今、ベーシックインカムというのをちょっと推してますけども、あらかじめ全ての人に最低所得を保障して支給することでですね、安心安全のチャレンジができるセーフティーネットを構築していくと、まあ、いうことを今目指しています。で、一方でですね、この産業政策、成長戦略については事後型ということで、これまでまあ、もう原さん、岸さんが一番ご存知のように、まあ、イノベーションを完了しての事前規制というのが阻んできたということがあります。まあ、これを事前規制から事後チェック型へと転換していくことで、新興産業というのは挑戦しやすい環境を作っていくということを、日本柱を社会保障制度と成長戦略でやることでですね、日本を新たな形にしていきたいと考えております。で、そこが切り出された政策いくつかちょっとピックアップしたのを簡単にご紹介しておしまいにしたいんですが、まあ、今申し上げたようなこのベーシックインカムというところ、例えば基本政策の136番に、まあ、ベーシックインカムを基軸とした再配分の最適化ということを掲げさせていただいています。で、あるいはですね、この先般発表したこの339の基本政策の中の142番にも、給付税控除またはベーシックインカムを導入をして、これは社会保障政策であると同時に労働改革でもありますので、まあ、就労意欲の向上と雇用の流動化を図るということも明記しています。で、それに付随してですね、この解雇規制の緩和ですね、金銭解決可能にして雇用のこの労働市場を流動化していく、まあ、これはもう自民党も立憲民主党も絶対踏み込まないところですので、まあ、我々日本維新の会だけがですね、主張するできることだと思いますので、こうしたことでですね、チャレンジ、雇用の流動化、そして生産性向上というのを目指してまいりたいと思っております。で、最後の成長戦略ですね、この84番のところにあるのがですね、まあ、これは従前から供給者から消費者優先、新規参入規制の撤廃、規制緩和、まあ、敗者の再チャレンジということをずっと掲げてきたんですが、特に今回この85番にそこを切り出してですね、明記をさせていただきました。まあ、事前規制から事後チェックへの移行を目指し、まあ、過剰な事前規制を阻んできたイノベーションを促進すると。そして、この根強く残る行政に残る過剰な、スライド9番ですね、過剰な規制については、客観的な指標や2対1ルール、1つの規制を新設するためには2つの規制を撤廃する。まあ、この導入によって段階的に削除していくことを目指すと、まあ、いうことまでですね、踏み込んで今回は我々マニフェスト基本提言に書かせていただいてます。で、最後のスライドです。まあ、こうした格論でじゃあ具体的に何やっていくのかというとですね、例えばスライド10の92番、まあ、これはもうずっと提唱していただいている、まあ、周波数オークション導入して規制官庁の総務省というのを一部解体していくと、93番にもストレートに書かせていただきましたけども、まあ、まさに周波数の不祥事、先般菅総理の息子がといういろんな問題ありましたけども、総務省が強大な規制宣言を持ちすぎているということなので、まあ、規制に関するものは総務省から分離し、新設する独立行政委員会に移管しますというようなことも我々の政策提言書に書かせていただいてます。で、111番にはこれ、例えばあと農水分野とかですね、最近だとですね、兵庫県の養父市でせっかく企業の参入の国家戦略とか成功したのに全国展開見送られたと、あるいは道島の米先物取引の本庄城、これが見
送られて廃止をされたなど、次々ですね、農水省、まあ、中央省庁の規制によってイノベーションが阻まれています。なので、これも一次産業のイノベーションを阻む農水行政のあり方は抜本的見直し。で、農水省は解体的な改変も視野に組織改革を行うということまで踏み込まして、我々は政策集に書かせていただいております。まあ、以上ですね、我々日本維新の会、この改革政党として、なかなかまあ、左派政党である立憲や共産は絶対言わない。そして自民党もですね、まあおそらく中の平さんとかね、あの改革化はやりたいなと思ってるけど、なかなか党として言えない。まあ、こうした分野に踏み込んでいくのが我々の役割だと思っておりますので、まあ、こうした政策をしっかりと掲げて、衆院選も戦ってまいりたいなというふうに考えております。取り次ぎは私から以上でございます。はい、ありがとうございます。岸さんどうでしょう。はい。まあ、いろいろいい機会だから質問したいんだけども、はい、ぜひお願いします。多分衆院選タイミング的にやっぱり国民の関心ってコロナ対応をどうするんだよっていうことも結構あると思うんだけど、維新はコロナ対応については大体どういった感じの政策を考えてるんですか。特に最近打ち出してるのがやはり医療体制の強化というところですね、うん、やはりこの医療もすごくしがらみが多い世界で、まあ、なかなか医師会というのの発言力は、まあ、良くも悪くも強すぎるという中で、まあ、なかなかこの強制力を持ってベッドや、まあ、人材が確保できなかったというところで、うん、やっぱりこう法改正で命令、まあ、十分な保障はした上で、まあ、命令というのを明記をして、この医療にメスを入れて、ベッド数を確保していく、あるいはそのかかりつけ医制度とかですね、そういう英国とかでベーシックになっているものを導入して、まあ、保健所したいものを転換していくということが一つ争点になるのかなというふうに思ってます。特に、まあ、大阪府はこのコロナ対応では一番先進的なことを頑張ってきたから、それをベースにしてるわけですな。そうですね、まあ、ちょっと第4波でね、ちょっと手痛い、まあ、失敗というかですね、まあまあ、どうしてもなかなかうまくいかないところもあったんですが、その反省を踏まえて今は非常に先進的に取り組んでますので、そのあたりを伝えていきたいなと思ってます。でこのコロナでよく議論されるので、まあ、感染症法の改正は当然あるけども、緊急事態、要は非常事態対応ができないよねっていうので憲法改正もっていう議論があるんだけども、そこら辺はどう思います。はい、そこについては我々も緊急事態条項を、まあ、設立すべきだとまでは政策者は明記してないんですけども、やはり積極的に議論すべきだということで、その必要性は多くの議員が感じてます。やはり今回なし崩し的にやっぱり法律とか憲法がないままにですね、同調圧力で自由や人権が侵害されてたという認識がありますので、うん、そこは明確な、まあ、憲法なり法律なりでルールを明記していくべきだろうと。それが自由を守ることにつながるのではないかというふうに考えてます。で、あと維新の政策で多分今説明いただいて一番議論呼びそう なのは当然ベーシックインカムなんですけどもですね。ベーシックインカムって具体的に水準としてどれぐらい考えてます。一応ですね、我々は6万円から10万円ってことを一つの制度設計として今お示しをしてるんですけども、まあ、1人当たり6万円でちょっと単身世帯とか高齢者っていうのはプラスして、8万とか10万っていうのもありかなというふうに考えているんですけども、だいたい基礎年金が 6.5 万円っていうところなので、そのあたりをベースにして算出してるというのが我々の考えです。でそういうと多分批判する人は必ず言ってくるのが、ちょっと待てと、生活総合はもっと高いぞと、じゃあ生活総合の人どうするんだっていうことになるけども、そうですね、生活保護のこれ我々統合するのは生活扶助の部分、いわゆる現金支給の部分だけですので、まあ、医療とか住宅扶助というのは当然残ってくると、うん、でこの1人6万円というのは1人当たりなので、まあ、例えば4人家族とかだったら、6、4、24万円、まあ、5人なら30万円ということの設計にもなっていきますので、まあ、それを加味しながらですね、あとはまあ生活保護については制度そのものは残りますので、うん、まあ、足りない部分とか必要な部分に関してはカスタマイズしていくということは、まあ、まだ検討に値するのかなというふうに思います。その場合って財政バランス将来的に大丈夫なんですかね。でこれいろいろ我々は本当に計算したんですけども、まあ、増税っていうことも含めて、ね、いろいろ議論したんですが、まあ、今の状況下で当然増税できる環境でもないですし、どちらかというと、まあ、主流経済学者の方に見ても、まあ、結構フィジカルスペースまだ財政支出をやる余地があるということなんで、まあ、我々はしたんですと、確かに導入時はかなり不足、まあ、数十兆円単位で不足が出ます。でただ経済成長がうまくいけばですね、 4、5 年でですねバランスするというようなこともできますので、最初は国債発行を組み合わせながら財政で運営していくと。でこの規制改革や成長戦略が軌道に乗せることで、4、5 年以内にはバランスさせるというのことを中長期的には見ているという感じですね。であと一つだけ聞きたいのが、まさに守るっていう部分でエネルギー政策、はい、エネルギーに関しては基本的にまず、環境問題についての菅政権がやってきたコミット2050年とか2030年 46% 削減って、これは守るってことですね。そうですね、はい。でその上で地に足がついたというのは具体的には原発再稼働をさせると。まあ、そうですね。我々はその、まあ
今の既存の原発は市場原理でフェードアウトさせるべきだとは思ってるんですけども、明日、明後日なくなるものではないですし、どうしても再稼働をそれまでするものは出てくるだろうと。なので、その明確なちゃんとルールを作ってですね、再稼働させるべきものは再稼働させるというのがまず1点と、あとはその小型原子炉であるとか次世代原発ですね。この研究開発についてはしっかりと投資をしていってですね、その選択肢はちゃんと維持しながらですね、エネルギーミックスを考えていくということが現実的かなというふうに思っています。いや、原発の新増設は当然あり得るよねっていう前提。今のこの既存の仕組みの既存の原発は厳しいと思うんですけども、ただ今小型原子炉とか新しい原発というのがもう開発されてますので、そういう意味の広い意味での原子力発電というのは新設の可能性は当然あるんだろうというふうに思います。で最後にもう一個だけ聞きたいのはこのエネルギー関係で、よく巷でこのエネルギー政策で議論されるのは必ず、温室効果ガス削減だよなと、でそのために再エネか原発かどうよっていうなんか手段の議論ばっかりされてるんだけども、これ本質的に一番問題は日本で電力料金高すぎることだと思うんですよね、うん、で これが再エネどんどん利用して電力料金が上がっていったら、で2030年にやれ EV だやれ米中摩擦でサプライチェーン界で日本に工場を戻すとか言ってるけども、これ全部電気すごい使うんですよ、電力料金このまま上がり続けたら多分、全く、2030年段階では、機能しないことを目標にしちゃってる感じがあるもんで、だから僕は個人的に電力料金はなんとか下げる方向に持っていかないといけないと思ってるんだけど、この辺はなんか議論あります？そうですね、維新の中では、まあ、やはり我々は電力市場の自由化というのを、まあ、どっちかというと促進する立場でやってまいりましたので、まあ、その制度設計の中で、まあ、その消費者の側に負担が寄らないような競争原理で値段が安くなるというような仕組みというのは模索すべきだというふうに思っています。なるほどね。わかりました。原君なんかある？いや、あの、今のね、その電力市場は、やっぱりその値段、価格が高い。これはもう市場がちゃんと機能してないからですよ。うん、でだって、あの、今年の初めに、その卸市場でとんでもない値段がついちゃってね、そうですね、価格が高騰したみたいなこともあったと。で、これなんでこんなことが起きるかっていうと、そもそも卸市場が機能していなくって、で、いや、あの、これって、もうごく限られた、その電力取引の中のごく限られた量しか市場に出してないわけですね。で、卸市場が機能しないと何が起きるかっていうと、今度先物市場が機能しませんと、うん。で、先物市場が機能してれば、その値段が思いっきり高騰するときにはリスクヘッジができるということになってるわけですけども、うん、まあこれさっきの米の話も一緒ですよね。で、その市場を機能させないっていう状態が生じてきていた。ここが大きな課題だったんだと思います。で、なので、あの、この維新がね、あのずっとおっしゃってるようなこの規制緩和もとか、その自由化とかね、まあそういったことをこうより推進していくんだというところをこう徹底していくという路線で、あの、いや、私はもう全面賛成なんですけども、で、あの、その上で、あの、ちょっとだけ申し上げると、その、規制緩和、地方分権、小さな政府、いや、これって、その、世界で言うと、1980年代ぐらいの、その、レーガン政権、サッチャー政権ぐらいから、その、分権市場改革モデルっていうのは、あの、市場経済モデルになっていって、例えば、その、さっき言われた電波オークションとか、うん、あるいはその運輸部門の自由化とかね、そういうのも世界中でどんどん進めましたと。で、ところが、その、日本の場合には既得権との戦いに十分勝ちきれなくって、で、そこがいろいろと残っちゃった。不十分なところが残った。だから、もう電波オークションは未だに、あの、先進国の中では日本だけやってないとかね、ライドシェアできませんとか、まあ、そんなことになっていて、で、ところが、その、自民党の中の多くの人たちも、それから立憲民主党みたいな人たちも、いやもう新自由主義でね、日本はとんでもないことになったみたいなことを言うわけですよ。何もなってないと。その市場経済モデルなんかね、全然その日本ではあの遅れてしまっていて、いやだからこそこの数十年間、30年間ぐらいの日本経済、あの世界の中で出遅れてきちゃったんじゃないのかということだと思うので、まあ、あの今回の自民党の総裁選の中でもなんかそんな主張があるみたいなんで、うん、いや、また自民党もそうなっちゃうのかなとか思って心配してるんですけども、いや、その観点でもこの維新っていうこの既得権と戦うっていうね、ことをこう明確にされてる政党があるのはすごいありがたいことで、いや、日本にとってとっても貴重なことだと思っていて、これもぜひもうこの路線で進めていただければと思うんですけども、で、あの、その上で、あの、一個、その、もし、あの、伺いたいのが、あの、その、80年代ぐらいからやってきたこの世界のその国家モデルのこう転換みたいなところ、があって、で今世界はもうさらにその先に行こうとしてんだと思うんですよね、うん、でその米中の二極化でその対立構造が生まれて、いやこの先進国、あのアメリカやヨーロッパの諸国でもやっぱり新しい国家のモデル、国家の役割っていうのを模索しないといけないんじゃないのかという議論が出てきたと。でそのために考えているのは、その単にその市場に任せますと、民間に任せることは任せますというだけではなくって、かつてのムーンショットの月面着陸みたいなすんげえ目標を作って、で、それに向けてその
技術開発とか経済のレベルをもう一段引き上げていくみたいなことが必要なんじゃないかという議論が世界で出てくる。で、多分菅政権はそこを意識して、さっきのそのグリーンの脱炭素とか、それからデジタル庁なんかもそうだと思うんですけども、そういうなんかその新しい国家目標を掲げて、日本経済引っ張っていくんだということを進めようとしていたんだと思うんですが、そこはどう、この維新としては考えられます？そうですね。まあ、国家の役割がやっぱゼロにはなられないと思いますので、何かこう、やっぱ強烈なリーダーシップをし取ってやるぞというふうにこうやっていくっていうのはあると思うんですよね。で、その中で多分政府の役割が、いわゆるこの、昔みたいにこう何でもかんでも政府がやると、経済産業省が主導でなんか政策を作っていくとかではなくて、いかにこの民間が自由な発想で、何か競争してこう、その目標に向かっていけるかというところのルール作りとか、あるいはまあ、そこにどうしても足りない場合に、まあなんか資金をね、市場がこ うまくこう調達できる形を作ってあげるとか、そのあたりがまあ政府の役割になっていくんだろうなと思ってまして、で、まあある意味こう、あとはその、官民の交流っていう点も、まあ、公務員か民間かという二者択一じゃなくて、なんかその間みたいな出入りをしたりとかしてですね、それでこう、産業イノベーションさせていくとか、この産業自体を進行していくっていうのが、多分今後のあり方になってくると思いますので、まあ、そういうなんで柔軟な国家の、あり方、もうこうやるんだっていう、こう、なんかウォーターフォールでやるんじゃなくて、アジャイルしていくみたいな、まあ、こういう政府や行政のあり方っていうのを作っていく、まあ、そのためのルール作り、法律作りをするのが、我々政治家の仕事に今後はなっていくのかなというふうに思ってます。うんうんうん、なるほど。いや、もう全くそういうお考えがに私 もう賛同なんですけども、で多分ですね、その新しい国家の役割を世界で模索していますみたいなことを言って、旧来型 その国家モデルに戻っていく、うん、っていう流れが多分その多くの政党やその行政霞が関の人たちの間で起きていくと思うので、そっちにこう流されてしまわないように、ぜひ今なされているようなこう主張を続けていただけたらなと思ってるんです。それで、もう一つ、これぜひ音喜さんにお伺いしたかったのが、やっぱりこの維新っていうと地方分権ですよね、うん、地方自治のところですよね。で、音喜さん、はい、ご自身もその地方が起点でやってこられましたけども、で、いや、これもそのなんか80年代以降ぐらいの、その分権モデルがこう世界で進んできた中で、地方分権、ともかくその国から地方に進めますよということだったんだと思うんですが、これまたやっぱりそのデジタル革命でちょっと変わるんじゃないかっていう議論はありますよね。うん、で、これはもう国会でもなされた、その個人情報について、これは条例でかつては自治体で全部決めていた。で、これなんでかっていうと、その市役所の持ってる個人情報なんて別に市で決めりゃいいじゃんということだったんだけども、そのデータを活用する時代になってくると、これは変えなきゃいけませんということで、まあ、もう地方自治ではなくて国で法律で決めましょうというルールに転換をしたというようなことがあった。それからあと、これついでにもう一個、その私がもう若干その政府の中の規制改革の議論で関わっているので、もう一個だけ申し上げると、その山林開発で土砂崩れみたいな議論もありますでしょ、うん、であれって今その森林法でどういう仕組みになっているかというと、その1ヘクタール以下の小規模な開発については市町村に届け出をすればいい、うん、であとはまあ市町村の職員の人がね、時々現場見に行ってくださいよみたいなことになってるんだけども、こんなその市町村のね、職員の人、大量に開発の届け出がなされてる中で見に行くわけがないですよ、うん。で、これどうしたらいいかっていうと、いや、衛星写真使うとかね、センサー使うとか、ドローン飛ばしてとかね、そういったその最先端の技術を使う、それから3D の地図の マップを使うとか、そういったその技術を使って国がもっと対応していけることってたくさんあるはずで、なんかその地方と国との役割をこう大きく見直していくみたいなことも必要だったりするのかなとか思ってるんですけども、いや、これもぜひ音喜さん、どう思ってらっしゃるかなっていうのをお伺いできます。ありがとうございます。おっしゃる通り、今、その、なんでしょう、地方分権、まあまあ、全然完璧には進んでなくて、むしろ不十分なところもたくさんあるんですけども、一方で、こう、細分化しすぎてしまったものっていうのは、我々学ぶべきものがたくさんあると思っていて、まあ、おっしゃるように、このデジタル化の、その、デジタルのフォーマットとか、全部この、様式が違うとか、使ってる業者が違くて、こう、相互補完性がないみたいなものが、1700自治体バラバラですみたいなものは、それはもう統一した方がいいですよね、とかいうことは、見えてきたと思うんですよね。そこについて、もう、いや、地方分権の時代だから統一なんて、ナンセンスだと言って、こう原理主義を貫き通す必要というのは私はないと思っていて、こういう統一できるものというのが、まあ、国なりもっと大きな主体というのが統一していくというのは当然今後あっていいんだというふうに思います。ただそうした時に、じゃあ何でもかんでも国家がやるのかっていうところにまたぶち当たるわけで、やっぱりこれがちょっと直接つながるかわからないですけど、まあ、ずっと我々同州制とかの議論も、まあ、全くこう進んでこなかったわけですけども、基礎自治体には手に余ると。でもそんなことは、ね、国家が全部いちいちやんのみたいな、こういうのをちゃんとやる広域自治体みたいなものっていうのを再構築していく、うん、
で、そこがまあそういう広域で、になった方がいいことっていうのを集約させていくっていう、うん、まあこの国家のやっぱ統治機構のあり方みたいなものをこれを機にもう一回考え直してもいいんじゃないかっていうふうに思いますので、まあ、その他の議論というのを積極にしていきたいなというふうに思いますね。なるほど。だからその国地方関係については、まあ最終的には憲法改正の可能性も含めて、まあ議論をして、ちょっとここは相当その抜本的に見直さないといけないということですかね。そうですね。だからこう、なんか、各論で一個一個やっていくとも、まあもちろんそれはやった方がいいんですけども、やっぱもっと大きな主体で、同時にやっぱりこのもっと大きな枠組み自体を、国家はどこまでやるべきなのかとか、国会で本当にこんな細々したことまで議論するべきなのみたいなこともたくさんありますんで、そういうのはやっぱどこまで落とすのかみたいなことも、一方でやっぱ議論していかなきゃいけないんだろうなっていうのはすごく思いますね。ひさん、なんか、今のところあります?うん、だから今のところもすごく大事で、まあ、今の総裁選の各候補の主張を見ていてつくづく思うんだけども、なんかコロナ後日本がどういう国家とか社会を目指すかっていう前提が全くないまま、今までの延長で、まあ、人によってはなんか分配から、成長へとかさ、なんか人によってはなんか、そのへんのミックスとかいうふーんっていう感じのことを言ってて、ちょっとなんか、世の中が進化してるっていうことを結構無視しちゃってるよなと。僕は個人的にやっぱりこれからデジタル化が圧倒的に進む中ではより一層同修正が必要になると思ってるんだけども、うん、なんかそういう議論が全く、総裁選で今のところ感じられなくて、要は世の中はこれだけどんどん進化しようとしてると、でもなんか旧態前とした、もう前提にしてる感じがあって、維新以外の野党もなんかそういう感じあるじゃないですか、うん、だから維新がそれをどんどん言ってもらうよ、もらうのは必要だよなと思ってるんだけども、ただ逆に質問したいのが、こういうまあ改革の方向性を言うと、今って世の中改革嫌い多いじゃないですか。はい。まあ、以前の土北さん、人に先生方、皆さん日々活動していて、やっぱ改革の方向性を言って、どれぐらい読む人ってそれを受け入れる感じ、または拒否感があります。いやー、これね、本当におっしゃる通りで、やっぱ今疲れてるんですよね、みんなコロナがあるので。で、まあその本当にさっき原さんがおっしゃったような、まあ岸田さん、まあこれ9月10日に収録してますけども、岸田総裁候補が、まあ新自由主義からの脱却と、もう市場もそういう競争みたいなことはもう失敗だったんだみたいな感じで昔に戻って、で、まあみんな疲れてるので、なんかもう政府が全部やってくれるみたいなことに、すごく期待しちゃってるわけですよね。だから我々のように、その、いやいや、もう別に、その改革が失敗したわけじゃなくて、むしろ僕ら不十分だから、市場原理だって、市場原理がちゃんと働いてないから、ダメなわけであって、それを公営に戻そうなんていうことは、本末転倒な話だって僕なんか思うんですけども、でもやっぱみんな疲れてるから、昔に戻りたい、昔がそんな良かったかとは全然わかんないんですけども、多分なんか、頭の中にある昔、古き良き時代に戻りたい人が非常に多いと。まあ、その中で大阪都構想もね、やっぱりそんな中でやって、やっぱこの改革で新しいものっていうよりは、なんか怖いと。まあ、やっぱりなんとなく昔の方が良かったんじゃないかっていうところに負けてきたっていうのが正直我々の歴史としてもあるし、今も課題としては思ってます。ただなんかその、岸さんがおっしゃるように昔か、なんか何、今かみたいな、二者択一じゃなくて、もうその先の今新しい時代に行ってて、もう今の常識が通用しないと。デジタル化とか IT の進化によって、なんかもう国家と民間の関わり方も全然違うし、なんか大きいか小さいかじゃなくて、なんか、時に大きく時に小さいみたいなことって十分あり得るわけなので、こういう新しい姿みたいな、第三の選択肢みたいなものをちゃんと見せて伝えていくってことに、がどこまでできるのかっていうのが我々の勝負かなっていうふうに今思ってます。うん。そこですごい難しいのが、まあ、こういう分野の知識が結構ある人はそういうの理解するけど、世の多くの人はそんなことを知らないし、関心もないじゃないですか。はい。で、理想を言いながら選挙を勝つって、自分が超大変なんだろうなっていう気がしてるんだけども、その観点からでもう一個気になるのが、やっぱ維新ってこれまで安倍政権、菅政権の時は、まあ、官邸とのつながりがあったじゃないですか。はい。それが今回は誰なのか分かんないけど、そういったのが途切れちゃうよなっていうことになると、やっぱ維新って選挙的に大変になるの?いや、なんか選挙にあんまり関係がなくてですね、どっちかというと、まあ、結局大阪にしても小選挙区では全部自民党と戦ってますんで、逆にまあ近いっていう距離が近いと、まあ対立が見えないとか、ね、何が違うのみたいなことも言われてたので、まあなんでしょう、僕はまあ東京の人間なんで、むしろもうなんでしょう、バチバチやった方が、やっぱ違いが見えるというか、逆にもうあんまもう自民党批判しないでとか言われない方がやりやすいので、まあ選挙における影響はそんなないと思うんですよね。ただ、このやっぱ政策を実現していくときに、やっぱこう大阪の窮状を、まあこれは正直やっぱ松井さんと菅さんの人間的関係とかで、まあなんか直接やり取りとかもあったかもしれないと思うんですよね。でもそういうのはもしなくなったときに今後どうなっていくのかっていうのはちょっと不透明になってくる部分もあるんだろうなっていうふうに思いますね。でもまあ個人的には本当維新って当たり前の正しいことを言ってくれてると思うから、それが分かんないのは不思議で、一例挙げると岸田さんが
まさに総裁選の政策を出すときに、小泉政権以来の新自由主義の決裂と言ったけど、冷静に考えたら過去20年、改革を標榜した政権で小泉政権と菅政権だけだからさ、他、大した改革やってないじゃん。民主党政権にだっては論外で。なんかさもずっと新自由主義がついてかのように言うって、なんかなんだろうなって違和感がすげえあるんだけどね。まあしょうがないよね。いやでももう安倍政権もね、まあもちろん功績もあるんですけど、もうどっちかというとやっぱり何でしょう、規制改革というよりは、まあ、縁故資本主義という言葉が正しいか分かんないですけども、まあ、ただ結構規制緩和しなかったので、別に新自由主義が進んだとは全く私は思ってないですけどね。金融緩和がメインだからね。そう、金融緩和がメインで、財政のね、その先の規制改革、成長戦略はやっぱ止まったままだったので、まあ、ここで岸田さんはどこに戻すと、どこに戻りたいのかっていうのはちょっとよく分からないっていうのがありますね。楽しいんだけどね、まあしょうがないかな。まあそういう意味じゃ、なかなか総裁選も混乱しますな。まあ今日はね、9月10日にこれ収録してますけど、河野さんが出馬表明されて、何らか政策をお話になるので、まあ、高市さん、岸田さんはまああんな感じで、まあ積極財政ってことをおっしゃってましたけど、別に特に改革という、多分市場原理で競争がとか、イノベーションがっていう点で私は物足りないと感じてるので、まあ河野太郎さんがここにどういう対立を出してくれるかっていうのは、まあ個人的には期待してみてみたいなっていうふうに思ってますね。でもなあ、その後のすぐ衆院選でしょ？そうです。なあ。でも原君的に見てさ、そういう意味じゃ維新って今後どう進化していくべきと思う？いや、だからその、私が関心あるのは、その政権との関わりをどうされていくのかなっていうことですよね。いや、それで、やっぱり自民党の中で、その改革を進めるようとする人たちと、それからもう既得権、側についてしまう人たちっていうので、まあ、どうしてもね、その後者の方が多数派になって政策決定がなされてきた面が強かった。まあ、だからこそその第二次安倍政権以降で、その改革って、その言ってはいたんだけども全然進まないっていう事態になっちゃったわけですよね。で、なので、やっぱりね、この与党のこの政策決定の中にそういったその改革を進める側の人たちっていうのはよりこう強い形で入っていく。これだから国会論戦でいいのか、あるいはその与党に入るのか、いろんな選択肢オプションがあると思うんですけども、やっぱり維新としていいことを言ってるんだけどもねっていうだけではなくてね、こう政策変えていきたいじゃないですかっていう、そこをどうします？いや、それね、本当にこれ、まあ、いろいろ我々の国会議員の中でたまに議論になることなんですけどね、おっしゃるように、やっぱりこれ、与党に入った方がいいんじゃないかっていうことを言う人もゼロではないです。まあ、その自公意なのか、もしくは、今、公明党が離れたがってるか、まあ、いろんな噂もありますけども、まあ、過半数から割ればね、自公意連立で、まあ、閣僚ポスト1個もらって、で、維新の改革を1つでも2つでも飲ませれば、前に進むじゃないかっていう人も、事実、党内にいないことはないです。ただ、一方で、でもそれではどこまで進むのかといえば、本当10分の1とか、もう 5% ぐらいかもしれないと。だったら時間がかかってでも、まずは野党第一と目指して、で、ガチンコの国会論戦をできるようにしてですね、で、こう、わーわーやって保守二大政党じゃないですけども、それで政権交代の緊張感を持つ中で改革を促していくと。この方が、まあ、10はもちろんできなくても、5とか6とか、それぐらい進むだろうと。だからこっちを行くべきだ。やっぱでも、今そっちの方が多数派ですよね。うん、まあ、私もやっぱそれが方がオーソドックスだと思うんですけども、やっぱ今回の衆議院選挙でまずは、まあ、30とか議席を一定数やって、で、次、で、野党第一党っていうのを目指してですね、そこでこう、やっぱり改革で、自民党改革しなかったらもう政権交代起こるぞと、もう維新が政権取っちゃうぞっていうので緊張感与えてって、60%、70%、そして自分が政権取った時に 100% と、まあ、こういうふうに上っていくというのがストレートのやり方なんだろうなというふうには思ってます。うん、まあ、それ、見せるよね、それ。というかさ、うん、大阪では維新強いのは重々認識して、関西に広がってると思うんだけど、ぶっちゃけ東京でどうすか？小崎先生が頑張っていて、もうね、むちゃくちゃきついですよ。やっぱりそうだろうね。もう、まあ、今回ね、都議選が7月であったばかりですけども、まあ、我々1議席という不甲斐ない、まあ、かなり力不足の結果に終わって、やっぱりま、東京だと小池さんの影響力も強いですし、まあ、維新といっても大阪の政党でしょうとか、あ、まだあったのっていう人もやっぱまだまだいるという状況なので、でこの大阪の核があるという、兵庫とかも今広がってて、そこはすごい強みな一方で、じゃあなかなかこれ東京とか東北とか広がっていくのかっていうと、まあ、ここはちょっと野党第一党取るぞっていう、まだなかなかね、現実味がないよって言われたのは、そこが我々ボトルネックだというのは重々感じて、いるところですね。東京でも公明と組むとかそういうのは難しいのかな。なかなかね、公明、まあ、公明は小選挙区の議席ほとんど持ってないので、うん、あんま来る組むっていうメリットも多分双方にはないとは思うんですけども、うん、なんかうまいブレイクスルー作ってもらって、それが野党として、一番影響力持てる形にするのか政権入るのかっていうの選択肢は当然あるんだけども、これ個人的にもあんまり時間がないと思ってんだよね、日本将来考えたら、うん、これでコロナ、多分来年ぐらいから徐々にアフターコロナ入ってるけども、間違いなくこれでデジタル化が一気に進むわ、
あとグローバルの米中摩擦で、よりなんか、新しい形で進化を始めるだろうから、当然これ競争モデルも、国家化モデルも競あの企業の競争モデルもすごい変わっていくはずだから、ご承知のように、結果的に過去20年日本でずっと出遅れのままリーマンショックも気がついたら、一番影響少なかった日本が一番経済のパフォーマンスも悪いわなっていう状況になってるから、多分それ繰り返しかねないから、俺結構時間ないと思っていて、だから個人的には維新本当に、できればもう与党に入ってもらって、さっき言った音深さんの言葉で言えば、1でも2でもなんか早めに実現してもらって、そこから目を覚ませるっていう手もあるのかなって気がしちゃうんですね。そうですね。まあ、特におっしゃるように、まあ、大阪の核で、まあ、30とかの議席が取れるんで、まあ、それを確認して、こう、政権に入って、1でも2でもっていうのが、一番最短ルートというか、っていうのはあります。うん、あと、まあ、これはもう完全に党の考えとは全くないですけども、あとやっぱこう、時間がないという中で、一番こう、日本を、早くこう政治的に変えるのって、やっぱ自民党を割ることだと思うんですよね。あれ自民党をこう割って改革派の方々が出てきてもらって、そことこう組んだ勢力というのがこう、旧自民党と新自民党で争うみたいなことが、実は一番早くて現実的な選択肢になるので、まあ、そういう維新が自民がじゃなくて、政界再編自体がこの5年以内とかに何らかのきっかけを起こす、まあ起こすようなきっかけを作るとか、まあそういったことも一方ではなんか選択肢で持っとかなきゃいけないのかなっていうのも、個人的には思ってます。または頭の体操レベルで言えば、どっか他の野党と組むとかってありえないの？例えば国民民主とか、うん、そうですね。ありえないと思うけどね。立憲民主とかはちょっとあもう共産系はもうまあ絶対無理なんですけど、それは党として。でもまあこれも別に党がどうかで、個人的にはやっぱ国民民主の議員さんというのは非常にリーズナブルな合理的だし、まともな政策志向ちょっと上から見て申し訳ないですけど、しっかりした政策を持ってる方が多いので、まあ労働組合との関係とかね、いろいろクリアする壁はあるとは思うんですけども、十分にその政策レベルでは合意できることたくさんありますんで、まあ将来的な可能性という意味ではいろんなものがあるんじゃないかなっていうのは思ってます。なるほどね。なんか、とにかくやっぱ原君、そういう動きを維新が作ってくれることは なんだか新しいね、うん。そうですよね。いや、それで、ね、その岸さん、その与党に入った方がって言われましたけども、でもそのコロナ対応なんかだと、やっぱりその維新が相当その政策に寄与してますよね。うん、と思う。うん。いや、そのあたり、多分一般には見えてない人も多いと思うんで、音喜多さんにぜひ。コロナ対応でこう維新がどれだけやってこられたのかとか少し紹介していただけますか。そうですね。やっぱ我々国政政党で首長をこれだけ持ってる政党って維新しかいませんので、まああとの首長ってのはまあ名目上みんな無所属なわけですよね。なので政党所属がないと。で我々もう日本維新の会、大阪維新の会っていうので、まあ、松井市長、吉村府知事、そして大阪府下には10人を超える首長がいますんで、やっぱ地域の実情っていうのが一番入ってくるのって我々の政党なんですよね。でコロナのやっぱりワクチン接種にしても医療体制にしてでも最前線に立っているのは基礎自治体、そして都道府県ですから、ここの状況をシームレスに国政に届けられるというのは、実は我々自民党よりも公明党よりも維新だと我々思ってますので、まあ、今回やっぱり松井さん、吉村さんから、まあ、菅さんの、まあ、自民党に対してもですね、まあ、我々もちろん国会議員団も挙げますし、そして直接要望を挙げてホットラインで実情を伝えて、そして制度を変えてもらう、予算をつけてもらう。まあ、こうしたことは、やっぱ起きて、まあもちろんね、自民党は認めないでしょうけども、その影響は私は確実にあったと思いますんで、まあこういうね、敵対するんじゃなくて、時にはそういうふうにちゃんと地方と国という立場で協力していくっていう、こういう政治勢力の存在も、やっぱ非常に必要なんだろうなというのは私は思ってますね。うんうんうん、あと、岸さん何かありますか？うん、大丈夫、大丈夫。だからとにかく、あとは、衆院選で維新が、特に東京でどれだけ頑張ってくれるかが個人的にもうこれはちょっと岸さんのお力を借りざれないんですけど候補者はいっぱい立てるんでしょ。いや今回ね15人もう決まってますんでかなり野党として多い方ですね、うん、なるほど。じゃあとにかく衆院選は結構大変になるんです。選挙運動はね。そうですね。で比例議席がやっぱり今のところ1から2っていうふうに言われてまして、まあ、1は取れるだろうと。ただ2は60万票必要なんで、私が参院選で取った票が52万ですからもうちょっとストレッチが必要だと。で3になったら90万ですから風が必要だと。ただまあなんとか2そして3というのを目指していければですね全体の30議席超えっていうのも見えてきますので東京はそこを目指したいと思ってます。なるほどね。だから逆にもう一頑張りで60万票は十分に可能性あると思うから、これに向けてるんですね。そうですね。で当然松井さんとかこの辺も東京は重視してくれてるんでしょう。まあテレビ番組等の収録で討論会とかに来ますんでね、その時に応援演説とかも来てくださると思いますし、まあ、そこはやっぱり東京が一番花というか注目が高いですから、ここで議席を取りたいというふうに思ってます。総裁選終わった後の衆院選ではやっぱり維新の活躍が楽しみではあるよなと。ありがとうございます、うん、はい。じゃあ音喜多さん最後に何かありますか。
はい、ありがとうございます。まあ、今日いろいろ改革のお話もさせていただきました。まあ、政局もいろいろあるんですけども、まずはやっぱりこう政策、自民党が何ができてないのか、そして日本維新の会が何ができるのかをお伝えしていくことが大事だと思ってます。で、我々は変えるべきは変える、守るべきは守る政党です。そして、企業団体献金とかですね、そういうのを受け取らない唯一の、主要政党の中では唯一の政党で、しがらみがないからこそこういうことが言えているというのが我々の強みなので、これをしっかりとお伝えをして、そして大阪の実績、政権運営、行政運営の経験もあるというところも我々の強みなので、これをしっかりと皆さんにお伝えして、残すところはあと2ヶ月になった衆院選まで頑張ってまいりたいと思いますので、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。